はいどうもおはようございます。11月6日日曜日の朝の6時相場解説になります。当然ですけども今はね、ドル円の相場たるもの動いてませんので、えっ、ー、と、この固定された形から、月足、週足、日足4時間1時間と見て、明日から再開されるドル円相場の方をね、1週間の展望を見ていこうかと思います。よろしくお願いします。えー、まず月足を見ているんですけども、この垂直に伸び立ったね、 倍の流れ。これがまた陰線によって止まっております。で、その陰線の前には浮気が出てるんですよね。で、これっていうのは、やっぱりこう、介入をはじめとする材料の影響が大きいと思いますけども、まあでもね、チャートが残るってことは、その残ったチャートに対して多くの投資家さんは次の展開を予想しますので、テクニカルがこれでもね、使っていけるんですよね。まあですんで、 短期的なファンダメンタルはファンダメンタルでしかないんですけども、ファンダメンタルが、やっぱりこう、揃うとですね、で揃うと、それがテクニカルの一部になっていくってことは忘れちゃいけないかなと思います。さあ、引き続きなんですけども、ここと同じようにね、陰線が一本だけなんだったら、瞬間的なものかもしれません。ただし、この陰線がどう確定するかによって、次の陰線陽線、これが判断材料になります。つまりは、ここが、 円安のピークアウトと見るのか、それとも一時的なあ押し目として継続を見ていくのかってことです。この図だけを見ると右肩上がりの方針は変わりません。ただ今後も注意が必要だってことですよね。では週足を見ていきましょう。月足よりも分かりやすいのが週足です。ほら、高度の限界点に達して下落の方に向かっているのが分かります。上ゲも長いですよね。ただし、それを言うと、 ここもここも同じようなもんなんんで,ですんでやっぱり周足を見るときにでも確かに下がり始めてるんだけども結局これ上昇のための一旦の足踏みなのかなっていうふうに考えるとこれからも右肩上がりが続くっていうふうに考えることもできます。でこの図だけ見ると右肩上がりは継続です。まあ、特にね えー、この上昇を阻害するような動きではないというふうに結論付けることができます次は冷やしですね冷やしはね横ばいってみた方がいいですよねさすがに短期になればなるほどどんどんねランダムオーグに近くなってくるんですよで長期になればなるほどファンダメンタルになってくるんですよね年単位の方針とか G20 の政策会合での決断とかそういったものが色濃く反映されます というのがお金ってものはねあの操作をしている部分がありますと同時に神の命ざる手みたいにマーケットでマーケットの要望に合わせて自由に神が指示したかのように動くってこともあるんですよその2つの組み合わせなんですよねだから短期的にはフェンダメンタルが聞きにくいし長期的にはファンダメンタルが聞きやすいしっていう風うなバランスも出てくるんですね じゃあ何が痛いかというと日足に関しましては上に向かうのか下に向くのか分からない状態の横ばいだってことなんですよ。ね、このあと上の方に行くのか下の方に行くのかまあ大体こっちの方に行くっていうふうに突き足周足から判断するんですけどね。さあそれをテクニカルに照らし合わせて4時間1時間で見ていきましょうっていうのがマルチタイムムフレーム分析ですあちなみに今回の動画 FX オリガルヒの皆様と速果塾限定動画の皆様とでご覧いただいてます。 はい、えー、どんな感じでしょうか上昇が進んだのはここまででしょで介入があった後ってのは大体この間の箱の中で収まってるでしょうんだから介入があるまではこういうふうな大きな伸びだったわけですよその後はちょっと上下におとなしくまとまり続けているということで、まあ、こういうふうなねチャンネルラインも引けるんですよで収束してブレイクかなもしかしたら レンジを繰り返していくのかとかフラクタルで徐々にちっちゃくなる三角形をこうやって作っていくのかなとかねい,つくいくつかの仮説が成り立つってことですこういうの見えてますじゃあ最後に1時間見ていきますねはい、私たちが勝負するのは1時間です私はね、週が明けてから急速に円安の方向に回復始まると思ってるんですよ、うん、それはなぜ思うかっていうと 時間軸の流れがやっぱりね円安の方向なんですよそして、えー、米アメリカとかねヨーロッパの金利差日本との金利差考えてもゼロ金利政策してるのは日本だけですからね結局ね他は利上げ利上げでしょで日本は利上げをしないわけですよ物価高はコストアップできてますからあそれできつくれもねだから物価上げたくても今上げられないですよコストアップインフレでそう考えたらゼロ金利は続くでしょうしこれからも 市場ににはお金が流れくくくなってくるとそして為替のバランスを考えるとドルはガンガン使われてますんでねだからドルが値段が相対的に高くなるってことは考えられますんでうんやっぱりね146円の602ですけども週が明けて145円台まで下がることはないと思いますがどっかのタイミングで含み損が出ることを覚悟してバイドインテリするっていうふうなことが正解かと思いますね。 はいそれでは本日は以上です。また明日相場解説すると思いますけども、うーん、そうだなうーん、あまり朝早くはやらないと思いますね、明日はね。やっぱりこう、早くても6時とか、通常9時とか、うん、そのぐらいの相場解説になります。その時までごきげんよう失礼します。